の実態を教えてやるか。
走れ。ついてこれるかな。
たんだと？今回の金村工業が起こした一件、それで手打ちにしてもらえませんでしょうか。このか今回の桂木さん、東城会としては今回の騒動、これ以上大ごとにはしたくない。それに東城会と上野清和会は二代目このか25年来の親戚関係がある。ここはお互いことを荒立てないのが得策かと。なるほど。桂木さん、東城会としては今回の騒動、これ以上大ごとにはしたくない。それに東城会と上野清和会は二代目このか25年来の親戚関係がある。ここはお互いことを荒立てないのが得策かと。なるほど。桂木さん、東城会としては今回の騒動、これ以上大ごとにはしたくない。ね、その額ではご不満ですか。わかりました。桂木さん、東城会としては今回の騒動、これ以上大ごとにはしたくない。ねえ、その額ではご不満ですか。わかりました。桂木さん、東城会としては今回の騒動、これ以上大ごとにはしたくない。ねえ、その額ではご不満ですか。わかりました。桂木さん、柴田さんでしたっけ。わかりました。桂木さん、柴田さん、弟子の取り方は他にもいろいろあるでしょう。東城会さんとうちは親戚関係なんですから。桂木さん、桂木さん、柴田さん、弟子の取り方は他にもいろいろあるでしょう。東城会さんとうちは信用しているうちの総長上野義治も思いは同じです。桂木さん、だがこの金と指で全てがチャラというわけにもいかないでしょう。少なくともうちの組員たちは納得しないと思いますよ。
堂島会長、今回の騒動で殺された伊原の役職をご存知ですか？若頭補佐です。というわけにもいかないでしょう。事件のあった日に就任していたんですよ。若頭補佐？そうです。あなた方がチンピラ同士の喧嘩くらいに思っていたこの騒動、実は上の世話としては幹部組員を失うというとんでもない被害を受けているんですよ。正直言いましょう、若頭補佐を殺された代償としてあの金と指一本では。そうです、あなた方がチンピラ、おっしゃりたいことはわかります。先ほどは同格だと言ったものの、所詮は東条会と上野清和会では格が違うだろうと。でもね、うちの組員はそれじゃ納得しないんですよ。表面上東条会とうちは対等な関係のはずですからね。葛城さん、どうすれば納得してもらえるんですか？そうですね、うちの伊原を殺した犯人新井博明の首、それが無理ならあの真島さんがとうちは対等な関係のはずですからね。どうやってね、そんなことどうなるわけなんだ。カムロ町ヒルズの経営権が欲しいと。はい、そんな要求は飲めない。飲めるわけがない。なぜですか？あの事業は10億20億とかいう規模の話じゃない。数千億規模の案件だ。いくら幹部組員が殺されたとはいえ、人一人の命の代償としては大きすぎる。堂島会長、勘違いしないでください。上野清和会は金が欲しいわけじゃありません。これは極道としてのメンツの問題なんですよ。堂島会長、あなたは筋の通った方だと聞いてます。だからこそ堂島会長、勘違いしないでください。上野清和会は金が欲しいわけじゃありません。これはごく納得するでしょう。だが万が一新井の首が取れなかった場合、その時は伊原と同格の人間を差し出してもらうしかないんですよ。それは、そう、真島さんです。柏木さんの死後、白鵬会や錦山組といった若頭補佐はなくなってしまった。あの浜崎組も破門となると、自動的にその時は伊原と同格の人間を差し出る人がいないんですよ。だがさすがに私も伊原の代わりに真島さんの首を差し出せとまでは言うつもりはありません。ですからあのビルの建設と経営の権利さえいただければ、それでうちの組員を納得させられます。よくお考えの上ご決断ください。伊原の代わりに真島さんの首を差し出せとまでは言うつもりはありません。
てください。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
どうかな。秋山さん、私…いいね。やっぱり俺の目に狂いはなかったか。え？いや、なんでもない。さあ、今からテスト2を始めようか。300万ですね。はい。300万稼げば本当に一300万ですね。さっき言ったじゃない。今から俺に接客してもらうって。でも秋山さんはオーナーじゃ。オーナーっつっても遊んじゃダメって決まりがあるわけじゃないでしょ。今はただのお客さん、つまり俺が君の最初の客ってわけ。そう、その笑顔いいね。さあ、それじゃあ今日は楽しませてもらいますか。わかりました。それじゃあお客様、お飲み物は何になさいますか。そうだね、
金で人が幸せになれるんだったら、俺が君を幸せにできるのかな。え？どうして避けなかったの？どうしてだろう。なんとなくあなたならいいかなって思っちゃった。あなたはどうしてキスしたの？だろう。でも5年ぶりだよ、こんな気持ちになったのは。別れた恋人の話？ああ、でも振られちゃった。本当に？どうして？さあ、あの頃俺にお金がなかったからかな。おうおい、見せつけてくれるじゃねえか。俺たちにもサービスしてくれやねえじゃん。また柴田組か。あんたらも懲りないね。なんだと？なめた口聞いてんじゃねえぞ。柴田のこと分かってて喧嘩売ろってのか。そうだそうだ。柴田組のことならよく知ってますよ。東商会の直系って肩書き振りかざしながらも、二次団体の中じゃ常に末席に位置する万年窓際族だ。おこら！なんだとこのガキは。予定にはなかったが構わねえ。ぶっ殺してやる。じゃねえぞ。柴田のこと分かってて喧嘩売ろってのか。さあ、とやるか。かかってこいよ。